はい、こんにちは、ダフナです。今日はですね、タイと、日本の、そうですね、世界第二次世界大戦の頃の、ラブストーリーっていうことで、そういう映画があったっていうことで、その、そうですね、オフィシャルなちょっとサイトを見てみたいと思いますね。サンセットアットチャオプレイヤーですね。はじめまして、こんにちは。トム中国文中東総監の艦艇総共和日本デンタンコマプラテタイ、日本軍の男性とタイの女性の恋の物語ですかね。昔のあの日本人の男性、こういうメガネかけてしてますね。おお、小堀さんっていう方がこう主人公です。日本に来ないかって言ってますね。ここで待つわって言ってますね。友好関係をこのままなら、まあ結婚とは見えないではないか。なんか結婚することになった、日本式なんですよ。小堀さんはどうなったんですかね。これちょっと見てみたいですね。なんか小堀はどこだって言ってますよ。はい、秀子さんって言うんですね、あの女性の名前は。暗いちょっと部分もあるんですけど、結末が気になりますよね。幸せになったのかどうだったのかっていうのがですね、タイと日本の、そうですね、あの2人の人物が出るっていうことで、なんかすごく興味があるんですけど、ちょっと日本の、そうですね、お店に置いてあるかどうか探してみようと。すごく気になります。ダフナでした。